Tennessee with you. I'd be better with another, but I always pick you. I try my best to fight, I can't deny it touches diamonds, and you're probably the reason that I'm so messed up too. I can't stop it, it's ugly but honest. Got me tripping for the way you say my name. Say my name, say my name. Could count the ways you drive me so insane. But when you call, I still fall back into your game. Play the game, play the game. こんにちは。こんばんは。今準備中なんですけれども、本日は前に動画でも言ってたと思うんですが、 H&M のイベントに行ってまいります。いやー、超楽しみにしてたこの日を。今ね、夕方で夜からイベントがあるので、今回はチームラボあるじゃないですか。豊洲のチームラボを貸し切りで、その H&M のイベントをやるそうで、そこに行くので夜からのイベントになります。 H&M さんのイベント私初めて行くので、とても楽しみです。イリちゃんとね、行ってきます。てか結構髪の毛がもう色落ちをしてきてしまって、ピンクくなってきちゃった。これもこれでね、可愛いとは思うんですけど、もうちょっとやっぱなんて言うんだろう、オレンジっぽい赤っていうか秋っぽい赤をキープしたいんですけど、やっぱなかなか難しいですね。どうしても落ちやすいらしいので。でも今のところまだ赤髪飽きてないからいつも月1ぐらいで美容院行ってるんですけど、今回はちょっと早めに行こうかなって思ってます。もう一回色を入れ直しに行きたいな。ちなみに今日のメイクはちょっと変えようかなって思ってるんですけど、着ていこう洋服が青色がポイントになっているので、ブルーのねアイシャドウを使いたいんだけど、どうしようかなって今めっちゃ悩んでて、お洋服のブルーが結構濃いめなんですよ。このブルーがめっちゃ色合いそうなんですけど、これをこの目頭のところに置いてみようかなって思ってて、ただ濃いカラーだから、いつも結構明るい色は目頭よく置いたりとかするんですけど、濃いカラーだからちょっとどうかなと思いつつ、まあ、でもラメも入ってるから、まあ、いけなくはないかなみたいな感じで今ちょっと悩んでるんですよね。とりあえず一回置いてみようかな。なんかラインの上にちょっと重ねたりとかしても可愛いんですけど、それは結構カラーメイクとかするときによくやったりするから、ちょっと変えてみようかなって思ってて、乗せてみようかな。ブルーやってみるかどうなるかわかんないけど、このブルーをチップに取って乗せてみよう。私このメイクやったことあるっけな、なんかやったことあるような気もしなくもないんですけど、こんな感じ。ちょっと濃いかな、でも可愛いか。あとでラメ重ねてみようかな。今日のお洋服はね、前もエンチャンデムの秋冬のお洋服紹介した時に言ってたんですけど、今回はちょっと奇抜なラインのイベントなので、メイクも少し派手にしたいなと思って、普段はやらないような感じのメイクもこういう時は可愛いなって思うので、ちょっと濃いですよね、さすがに。これだとこれ重ねます。こんな感じになりました。なんかちょっと想像と違ったかもな、まあ、とりあえずこんな感じでこのまま行ってみよう。アウチ。はい、ということでこんな感じでメイク完成いたしました。あとリップを塗るだけなんですけれども、リップはこちらのメイベリンのコーヒーコレクションの270番を使っていこうと思います。最近髪の毛染めてからこれをよく使ってます。結構濃いめのリップなんですけど、これをポンポンポンと塗っていくのにハマってます。ちなみにメイクは目頭と目尻の方にも入れちゃいました、ダブルで。ちょっとブルーのアイシャドウを使って、じゃん、こんな感じです。完成。はい、メイクできました。うん、ブルー。よし、じゃあ髪の毛やってきます。はい、ということで髪の毛をストレートにしてきまして、一応今着替えました。まだこの上からあとジャケット羽織るんですけど、とりあえず着替えてきまして、パンツもしっかり履いておりますで、ちょっと髪の毛をやりたい髪の毛があって、ハーフツインなんかにしちゃおうかなって思ってますこんな感じで、こういうのはねイベントじゃないとなかなかできなかったりするので、今日はハーフツインでいっちゃおうと思います。てかメイクも結構いい感じ、お洋服とも合ってていい感じにできました。よかったよかった、ハーフツインにしちゃいます。ハーフツインってどうやってやったらいいんだろう。適当、これ適当にやればいいか。こんな感じでいいのか。
でも結構なんかなんて言うんだろう、近めにやる、あんまり頭の横にやりすぎると可愛い感じになっちゃう気がするので、頂上に近めに縛ります。この感じで、じゃあこっち側もやります。めちゃでかフープピアスしてるので、アップにした方がやっぱりね目立つと思うので、なんかこっちの方が髪の毛少ない気がするんだけど、気のせいかな。こんな感じでどうでしょう。はい、完成です。 OK、 はい、ということで完成いたしました。じゃーん、じゃーん。今日はこんな感じです。髪の毛もこんな感じで来ました。ということで時間なのでそろそろ行ってきたいと思います。楽しみ。ゆりちゃんとは現地で集合するので、会ったら動画回します。では行ってきます。バイバーイ。
すごかったね。楽しかった。楽しかった。本当に感動で。感動でね。あんなに。ではね、光が一番個人的に。やっぱそうだよね。私もあそこがすごい好きだったかも。わあ、本当に楽しかった。なくなっちゃうの寂しいね。寂しい。もう一個あるんだよね。そう、ある。お台場にあって、前お台場行ったんだよね。日替わりみたいな。でもこれと違う、なんかこれと違うけど、でも光はあった。あ、お台場にも光も、お花と、あと何があったかな。あとボールは、ボールはない。あ、ないんだ。お台場はね、靴だったんだよね、そもそも。あ、そうなんだ。そうそうそう、光入った瞬間のなんかもうね、本当にすごかったわ。感動感動。あんなに無人な時に行けるなんて、本当に、ね、贅沢だね。ありがとうございます。ありがとうございます。とっても素敵な経験をさせていただきました。あれです、あれです。ということで以上です。バイバーイ。バイバーイ。